そそうう読売新聞社提言って言ってねドンん,んか人口を増やすためにねどうするかっていうのを読売新聞がねトップで読売新聞社提言って出しましたいくつかねこの黄色の柱がありますけども一応読んでおくと「結婚から育児切れ目なく支援若者が希望を持てる賃上げ多様な働き方選べる社会に政治は財源の合意形成図れ強力な推進体制政府に構築住み続けたい地域づくり」 外国人高齢者活力維持へ重要まあまあどれもねやらないよりはやった方がいいですけども私の目にはきれいごとにしか見えないんですよね。住み続けたい地域づくりってこれ何年かかるんですか どんなことをしたら住み続けたい地域になるかねって言ってアイディア募集し予算つけて何年かかけてちょっと住みやすい地域になったかねそんな悠長なことやってる時間ないんですもうお尻に火がついてるタイムリミットなんですよもう一発でバーンっていくやつじゃないとこんなね10年がかりとか20年がかりで取り組むような話はやってもいいですけどもだからやるべきことが霞んでくるんだよねこういうこと言ってると外国人高齢者の活力維持とかいや 活力維持するのは結構ですけどもそれって本当に直接の理由なんでしょうかねだって少子高齢化が進んでいるっていうのは外国人の活力が低いからですか高齢者の活力が低いからですかいやこの読売新聞さ分かってないねこのね少子高齢化がどういう理由で起きてるのかしかももうお尻に火がついててもうここ1年が勝負なのにそんな10年20年かかるようなことを叩き並べてる余裕はないわけですよ 強力な推進体制ととかここううういい文学的なな言ったったてしょうがないんですよ推進体制強力なほどいいですけどもそれじゃあこれからどうやったら強力な推進体制できますか予算はどうのだって新聞社がしかもね上層部がそれなりのベテランさんが考えて考えて考えて絞り出したのがこれかよと本当ねこれやって少子化止まるんですかこれそもそもこれ原因分析してるんですかか力なな推進体制ががいから少子化が起きてるんですか これね原因を追求してその原因を取っ払えばいいだけの話でシンプルなんですよでも原因だって分かってないよね高齢者の活力が低いからとか、うん どこ、ど真ん中の理由なんですか違うよねこのおそらく左の方は取って付けたような感じでやってもいいけどやらなくてもいいことですわはっきり言ってこの左側はね右3つが多分一番言いたかったことなんでしょう結婚から育児切れ目なく支援2番目、若者が希望を持てる賃上げ3番目、多様な働き方選べる社会にこれだって何年かかるんですじゃあ多様な働き方しようとアイデア出し合って予算つけてじゃあ法律作って これ何年かかるんですそれ。最短で5年でしょ。いや、5年とか、そんな時間ないのよ。ほマジで、もう1年。いや、もう最悪、もう1、2年ですわ。ここでもう抜本的な手を打たなければ、もう無理なんですよ。 賃上げってじゃあここ1年2年でどれだけ賃上げでできるんです今ね物価高の方が賃上げになっても物価高の方が先行しちゃってしかも今円安傾向がしばらく続きますでしょだからね賃上げしてもしても物価高に追いつくか追いつかないかぐらいじゃないですかじゃあもうね日本中の経営者が思いっきり頑張ってグググッと賃上げするとしましょうかじゃあ実質賃金 3%パー上がったって、よし、子供作るぞってなるんですか ?1 年で所得倍増とかなれば別ですよ。3%パー、5%パー上がりましたってなったとこで、よっしゃ子供作るぞってならないでしょうよ。いや、もちろんね、賃上げしなきゃダメですよ。多様な働き方できた方がいいですよ。でもね、こんな優長なことを言ってる場合じゃないんです。これね、よく言われるのこれ1行目に書いてあるってことで一番重要なんでしょ。結婚から育児、切れ目なく支援ってこれね、 壺外してんですよだから壺あってそうに聞こえるんだけど実は壺外してるんですねこうやって子育て支援ですよね子育て支援と少子化対策って一緒じゃないんですよまあ子育て支援をやらないようにした方がいいですよ 子供欲しいけども踏み込めない人は子育て支援が薄いから踏み込めないんじゃないんです。もうこれは統計見たらわかるでしょうよ。子育て支援が足りてないから子供欲しいけど無理ですっていう人いないんですよ。ということは子育て支援を拡充すれば拡充するほどよっしゃ、じゃあ子供作ろうかってなるかってうとならないんです。原因そこじゃないから。 子育て支援っていうとかぶってそうに一見聞こえるんですけども原因はそこじゃないんですで私がいつも言ってることなんですけども原因はお金なんです子育て支援は若干かぶってはくるんですけれども子育て支援を拡充するよって言ってもプラスではありますけどもこここういう子育て支援できましたよし子供を作るぞってそこじゃないんですよねだから私がいつも言ってるんですけれどもこれね人によって違うんですよ 人によって違うんですけども各種統計でで明らかななことは経済的理由なんです子供欲しくないっていう人を欲しいと思わせるってこれもですね時間かかるのでやらないよりやった方がいいんですけども。 結婚したいんだけども相手もいるし結婚したいんだけどちょっと経済的理由で今結婚に踏み込めないっていう人がね多いわけですねだからパートナーがいて結婚したいのになぜ結婚しないのかその最大の理由は経済的理由だこれも統計で出てますよ。結婚しだいたいませんとえ大体7割8割のカップルが子供欲しいと言ってるんだけどもじゃ何でチャレンジしないかと言ったら最大の理由は7割ですよ。その理理由由は経済的理由です 子も2人目欲しいっていう7割8割は2人目欲しいって言うんですじゃあ何で行かないんですかと言ったら経済的理由もう1人でいっぱいですと2人はもうちょっと無理ですだからもうここは子育て支援の問題じゃないわけですよ。 自分たちの収入未来のことを考えるとこの1人目の子供だとこれからこうお金がかかってくるわけ今2人目ちょちょ,ちょっともう無理っていうねいやなんとかサービス権出しますよはいじゃあ行こうとはなんないわけですよ2人子供がいる夫婦にも質問をしてるわけです大半が3人目欲しい7割以上が3人目欲しいと言ってるところが行かない理由はなぜですかもちろんね年とかいろいろあるんですよでも最大の理由は経済的理由これ私がそう言ってるんじゃなくて、ね、各種世論調査がそう言ってるんですもう10年 2年も20年も前からあんま変わってないですここは他の理由ありありますよ例えばね身体的理由もあるかもしれない相手がいないっていう場合もいるかもしれないいろんな理由あるんですけどトップの理由は金なんですこれも明らかにもう出てるわけだからも金を渡せばいいんですこんな一番簡単な話ですよ多産国債でね必ず回収できるわけだからそれいいわけですよね金配ればこれ全部解決するんですよ例えばですよ、ま、私いつも言ってるの一人生まれたら1000万二人目売れたらプラス2000万三人目生まれたら プラス3000万4人目生まれたらその世帯は未来永劫所得税なし5人目生まれたら相続税もなしこれをやれと言ってるんですこれやるともう賃上げとかなくていいです1000万円もらえれば賃上げが3%だ4%どうでもいいですよそれ1000万もらえるんだったらあいけるってなるわけですよ多様な働き方っていや1000万もらったらじゃあ旦那さんか奥さんか給食すればいいじゃない2年3年収入下がります,だ,、OK、ですだって1000万もらえるんだから。 これも多様な働き方になるんです。夫婦共に働いてベビーシッターさんをつけてっていうお金の使い方もできるし、なんなら夫婦一人はもう仕事を辞めて2年間育児する。こういう選択もできるわけですよね。そしたらもう推進課体制とか関係ないから。住み続けたいって、いやもう住み続けますわ、そんなの。外国人高齢者の活力も関係ないですからね。はい。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね。 チャンネル登録もお願いします。え本家武田つねやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。